らっしゃい。役立つ知識をちょっくら解説。チーフも寄ってくクラクラ横丁。お疲れ様です。クラクラ横丁のケイスケとユタ14です。お願いします。お願いします。本日はトラップについて解説していきます。罠もたくさん種類があるんですか？そうですね、現在全部で7種類あります。一つずつ説明していきましょう。お願いします。1つ目、小型爆弾。一番左のやつですね。こちらになります。あ、一番最初にゲットできるトラップだ。そうですね、レベルも上がるとこんなにいかつくなっていきます。トゲトゲが生えて威力も増してそう。1マスに置くことができて、これぐらいの範囲に攻撃することができます。なるほど、置きやすくて火力の補強にもつなげられるってこと？その通りです。それでは9時の金山にユニット出してみてください。わかりました。これが小型爆弾ですね。アーチャーが一瞬で死んだ。もう一度やってみてください。わかりました。そしたらアーチャーよりも HP が高いバーバリアンを出してみます。こっから出していきますよ。バーバリアンが今度は爆弾2つにやられてしまいました。固めておくことで小型ユニットを一掃することができます。なるほど、まとまってやってきたアーチャーやバーバリアンをやっつけられるんだ。続けてのトラップはこちらです。バネトラップ。ユニットたちをまとめてぶっ飛ばしてる。そういうトラップになります。もちろん限界は決まっておりまして、レベル5だと18枠まで飛ばすことができますね。なるほど、じゃあ大きいユニットは飛ばせないんだ。そうですね、実際に見てみましょう。それではケイスケさん、9時からジャイアントを出してみてください。わかりました。そしたら行きますよ。ジャイアント3体ぐらい行ってこい。さあどうなる？さあジャイアント出していきました。どうなる？まとめてジャイアントが3体もぶっ飛んだ。これは面白い。これがバネトラップです。このバネトラップに飛ばされてしまったユニットはもう帰ってこないの？そうなんですよ。いかに HP が満タンであっても飛ばされてしまっては戦場にはいられません。いなかったことにされるなんてずるいよ。次紹介するトラップは巨大爆弾です。わあ、さっきの爆弾よりもめちゃくちゃ大きい。そうなんです。範囲も4マス使うんですよ。しかもダメージがさっきの爆弾よりも全然大きいぞ。とても強力な爆弾になっております。それでは小型爆弾と巨大爆弾の違いを見ていきましょう。ウィザードを使って金山を狙ってみてください。わかりました。それでは出してみます。さあ行け。爆弾に引っかかるけど、お、ウィザード強いぞ。爆弾1個じゃ死にませんでした。はい、小型爆弾1つでは倒せないユニット、ウィザードですね。それではもう1回残った金山にウィザードを出してみてください。わかりました。いけ。さあどうだ、耐えんのか。死んでしまった。これが火力の違いですね。巨大爆弾をまとめて置いてみたので、ケイスケさんユニット出してみてください。わかりました。そしたら行ってこい、ネクロマンサーラッシュ。まとめてやられた。俺の最強のネクロマンサーラッシュが一瞬にして消えたんですけど。これが巨大爆弾の強みですね。逆に攻撃するときは巨大爆弾が固まって置かれてないようしっかり警戒する必要もあります。次紹介するのは対空爆弾です。ついに空を飛んでるユニットに攻撃のできるトラップが出てきました。これは地上ユニットは引っかからないんですか？その通りです。範囲攻撃なのでまとまったユニットに攻撃することができます。もう一つ似たようなトラップがあるので同時に紹介します。こちらホーミング対空地雷になっております。さっきの対空爆弾とは違ってダメージの種類が単体攻撃だ。そうなんです。そしてダメージも2800とかなり高くなっております。なるほど、単体攻撃の代わりに威力が高いんですね。その通りです。それではケイスケさん、対空爆弾とホーミングをセットしたので、まずは9時の金山にガーゴイルを出してみてください。わかりました。3体出してみます。いけ。やっぱりまとめてやられてしまいました。そうなんです。範囲ダメージなのでいくら出そうと同時に当たってしまえば全て死んでしまいます。続けてホーミングを見ていきましょう。バルーンを出してみてください。わかりました。そしたらこの金山の前あたりに出してみようと思います。さあいけ。一発でやられてしまいました。そうなんです。非常に火力が高いのでバルーン、そしてなんと今だと空を飛んでるウォーデンも一撃で倒すことができます。空ユニットが一気に瀕死になってしまうんですね。空の巨大爆弾です。いや、対空爆弾の方は範囲攻撃だけど、威力は低いんで、大したことないですね。本当にそうですかね。ウィザードの塔に向かってバルーンを出してみてください。わかりました。そしたら行け。あーっと大量のバルーンがまとめてやられてしまいました。そうなんです。一つだけではバルーンを倒せなくても、複数固めてあげるとこうして、一気にたくさんのバルーンを倒すことができます。あ、ユータ先生質問です。フォーミングって火力高いけど、先にガーゴイルなどの小型ユニットで解除しちゃえばいいんじゃないですか？実際にちょっと見てみますか。じゃあさっきフォーミングが仕掛けてあったところにガーゴイル出してみますね。いけ、ガーゴイル。あれ全然起動しない。あれ、なんでフォーミングないんですかね。バルーン出してみてください。わかりました。いけます。さあ、バルーン出していきますよ。ここにフォーミング、ある。なんでガーゴイルは起動できなかったんですか？さっきケイスケさんが言ってくれた通り、ガーゴイルで解除されないように、ガーゴイルはフォーミングに当たらないようなユニットとして設定されてるんです。続けて紹介するのはスケルトントラップです。たくさんのスケルトンが出てくるんだね。攻撃目標が地上のスケルトン、そしてこちらが攻撃対象が空中になっているスケルトンと2種類を使い分けることができます。風船をつけてるスケルトンかわいい。それではスケルトントラップの地上型をセットしてみたので、ペッカを出してみてください。わかりました。ここから出してみますね。さあ、ペッカ出してみましたが、ここから、いやでもね、ペッカってやっぱり HP も高いし火力も高いんで、そんなすぐにやられないでしょう。本当にそうですか？いや、ちょっと待って、どんどんペッカの HP が減ってる。はい。そしてやられてしまいました。嘘でしょ。ペッカがスケルトンごときにあんなに強くて HP の高いペッカなんですが、スケルトントラップなら倒すことができます。スケルトンだからって甘く見てた。続けてスケルトントラップを空中モードに設定しました。ドラゴンライダーを使って攻めてみてください。わかりました。それではドラゴンライダーたちを出していきます。さあ、行ってこいドラゴンライダー。ちょっと待って、ドラゴンライダーって攻撃目標防衛施設だから反撃しない。そうなんですよね。空スケルトンが出てると分かってても、空スケルトンを攻撃することができない。一方的に空スケルトンから攻撃を受けてしまって、どんどん落とされてる。地上型も空中型も両方強いので、配置に合わせて選んでいく必要があります。そして最後にトルネードトラップです。こちらのトラップが本当に強力です。火力は攻撃力は低いから一見強そうに見えないですけどね。そうなんですよね。トルネードトラップ自体の攻撃力はかなり低いんですけども、他の防衛施設やトラップと合わせることで非常に強くなります。またそんなこと言っちゃって、本当は大したことないんじゃないんですか。強すぎるので、一つの村に一つしか置けないぐらいのトラップなんですよ。実際に見てみましょう。それではケイスケさん、突撃艦を使って攻撃してみてください。わかりました。ラバーハンドを盾にして、突撃艦を、タウンホールの前あたりに落としていこうと思います。さあ、行ってこい。ラバーハンドと突撃艦、こっからどうだ？さあ、いいですね。突撃艦、いい感じで落とせそうじゃないですか。ここで、突撃艦がトルネードトラップに捕まってしまって、思ってたと違うところで落ちてしまった。これが強いんです、トルネードトラップ。なるほど。ユニットを足止めすることができるんですね。そうなんです。強力な攻撃を止めることができます。これは置き方次第ではめちゃくちゃ強いトラップだ。はい、本日はこちらトラップ7種類を見ていきました。どんなに弱い村でも罠の置き方次第ではめちゃくちゃ強い村になるんじゃないですか。ぜひ皆さんも強い置き方を研究してみてください。それでは今日はこの辺でバイバーイ。バイバイ。